今日のね、キムサッチャンネルは、じゃがじゃん。本店から、ちょっと皆様に残念なお知らせがあります。この間、セカンド、長期休暇になりましたが、実は本店、この度、苦渋の決断にて、商品の値上げになります。さて、散々ね、材料のね、高騰にね、こう、ちょっと、踏ん張ってきたんですが、まあ、いろんな意味で、まあ、会計士の先生にも怒られながらですね、ちょっと利益があんまり上がってませんよと。まあ、商売なんでね、もちろんそうなんですけど、まあ、原価がいろんなものが上がりすぎるということで、ちょっと苦渋の決断ですが、値上げをさせてもらうことになります。はい。ここにね、古いメニューがあって、例えば、サチゲンブラーメン。まあ、人気商品なんですが、これは、今までは、税込み930円となりましたが、全体的に、50円から100円ぐらいを値上げしないと追いつかないということになりまして、ただ100円値上げちゃうというと、1030円とかになるんですが、ちょっとなんか僕はめんどくさい人なんで、まあ、キリがよくね、じゃあまあ税込み1000円にしましょうという形で、こう、何かとちょいちょい全体的に値が上がることになります。で、まあ今、麺の方もね、製麺所さんからうちは買ってるんですが、それもね、今まで、まあ麺の大盛り100円だったところを、麺の大盛りは、120円ということでね、まあ、原価で上がってる分ぐらいはね、上げさせてもらっちゃうという形になります。まあ替え玉等になるとね、150円だったところが、まあ200円とかになっちゃうんですが、申し訳ないですが、納得のほどを、ご理解のほどをよろしくお願いします。本当に、すいません。そしてこのね、メニュー、うちのね、素晴らしい写真のメニュー、これYouTube をね、撮ってくれてるつばおさんがいつも監修してやってくれてるんですが、こういうふうにね、見やすくこうやってやってあるわけですよ。で、今回のね、この全メニューをね、値段、あ、手がつった。おい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 、じゃあこれ手がつった。ああテーボのやりすぎなんですよ。値上げはこれ関係ないですからね。で、そう、こう、つばさんがやってくれてるんですが、今回もね、まあ、値段を変えるということで、写真はさほど変えてはないはずなんですが、メニューの値段を変えるということで、こう、変えていていただいて、新しく作りました。でね、メニューも新しく変わるはずだ、なんです。変わるはず。変わります、もちろん変わるんですがですね、本当は、これ、メニューってこうやって見開いていくと、こっちが古風とかっていう見方ができたのに、まあ、バタバタしている僕はですね、この、ラッピング、ラミネート、ラミネートするときにですね、ああ、やっちゃいました、これ。カーペンなんだね。本当は2枚重ねて、ラミネートしなさいよって言われてたんですよね。つばさんにも、おかみさんにも。まあ、なんか毎日飲み会続きで、ちょっとボンクラな僕ちゃんはですね、全部、裏真っ白でやっちゃったんですね。はい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 これ、だってまあ、まあ、とはいえね、まあ、メニューをこう、ペラリというふうにすれば、まあ、普通に、これもペラリとすればまた普通に出てくるという形なんですが、今までのように裏表ということにならなくなり、分厚くなってしまうというね、大惨事が起きね、みんなにブチ切れられましたけど、まあ、残念なお知らせということで、値上げとメニューの裏表が表面だけになってしまうというね、お知らせになります。はい。まあ、キムサッチ、これからもね、頑張っていきたいと思いますのでね、値上げはしちゃいますが、これからも皆様に応援していただきたく、サービスの方、気持ちのサービスの方では、より一層、気合入れていきますので、よろしくお願いします。いらっしゃい、温度だよ。青だろ。
チャンネル見てくれてありがとうございます。ぜひね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではバイビー。